木曜新美術館マトグロッソ TV、 私ナビゲーターのアバター秀です。今日もよろしくお願いします。で、アーチストのコーナーです。今回はアーチスト浅野耕平さんの作品をご紹介します。浅野さんはですね、日常にある何気ない出来事をインタラクティブな作品で表現するメディアアーチストなんですよ。まずは作品から見てみましょう。作品いかがでしたか？なんかすごくですね、あ、そういう視点があったのかっていう感じで何か気づかされるものがありますよね。浅野さんの視点、非常に、アーチストとしてユニークだと思います。この浅野さんの作品はですね、人間と物の関係、まあ、いわばインタラクションということの本質をですね、問いただすような、まあ、いわば基本を忘れない作家だと思うんですね。言ってみればヒューマンインタラクションアートとでも言えるような作品だと思います。これからのですね、メディアアートには絶対欠かせない大事なキーワードになると思うんですよ。まあ、そういった意味でも浅
浅野さんのはですね、これからのメディアアートにとって重要な作家と言えるかもしれません。